ここの数試合、なかなか勝利がない中で、今日はどんなモチベーションでゲームに臨みましたか？僕ら、攻撃陣は、できるだけ点に絡むのもそうですし、最初、守備から、ちゃんと、オーダー通りにっていうか、みんなで、守備をしてから攻撃で、みんなで守備してみんなで攻撃することをしっかり、練習でもやってきたんで、それを出すように、頑張ったんですけど。今日は雨もかなり激しく降っていました。岐阜はパスサッカー、ポジションサッカーをしていますが、その雨というのは影響はなかったですか？滑るとこもありましたけど、それは慣れてるんで、そこは、僕たちの、持ち味出せたと思うんですけど、結果が出ないんで、もう少しできたかなって思います。田中選手、ご自身は0対0の中で先制点を挙げました。そのあたり、監督から後半ハーフタイムで何か指示はあったんですか？前半チャンスあって外してしまったんで、大木さんは何も言わずに、僕には何も言わずにいてくれたんで、僕もリラックスして、そのまま後半に、点決めれたと思うんですけど。1対0で先制してから、その後逆転されました。このあたり、課題がまた残る結果になりましたね。そうですね。僕もそうなんですけど、1失点目も2失点目も、多分ファールが、いらないファールだったと思うんで、そういうところで、集中切らさずにできたらよかったんですけど、相手がすぐ、ファールもらいに行くプレーが多かったんで、それに対応できなかったのが、敗因だと思います。シーズンも残り3試合となりました。残りの3試合に向けて、サポーターの皆さんにも一言お願いします。僕たちは、できるだけ、勝ちたいですし、勝とうと思ってプレーしてますし、で、皆さんの、応援も聞こえてくるんで、それを次必ず、勝ちにつなげるんで、ぜひ皆さんも応援してください。ありがとうございました。お疲れ様でした。です。